はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は波動高校限定ルートで、総力キャラですね、こちらを育成していきたいと思います。なんで電光石火を日野から取って、高速ベースランを猫髪から、取るような形ですね。で、あとは一級入魂がせっちゃんと鎌狩りで、一応ねポジションはね、こっから見れるかな、外野にして、まあ一応その足を生かして、まあ、センターとかも守れるような選手を目指していこうかなと、思ったので、一応魔術師として田中山くんを入れてます。で、まあ多少ねやっぱり筋力も必要になるので、筋力要員として PSR の、ライチくんをお借りいたしてますと。で、今回の編成は、前にあと4ですね。この2人が前にであと4で、まあ波動高校なんで、まああと4でも、まあなんとかなるかなとは思ってます。まあ、もしかしたら全部完走できないかもしれないんですけれども、本当はねせっちゃんをね、あの騎馬妹とかにまあしたいなというのもあったんですけれども、まあ騎馬妹にすれば鎌狩りも結局長押し打ちを持ってるので、芸術的長押し打ち取れるんで、まあ本当はねせっちゃんを騎馬妹にして、で初級骨をまあライチから取れればなんですけどね、まあ、なかなかねライチはねコツをくれない人なんで、まあ、取れればであるんですけども、初級骨を取って一級入魂を鎌狩りで、取るっていうのもありかなとは思ったんですけども、じゃあちょっとね、それはできないので、自分のデッキでは、まあ、一応今のところ、まあ、なかなか編成的には悪くないかなと。で、あとは総力がどこまで足りるかというところですね。この2人でどうしてもね電光石火が重たいんで、まあ、かといってね総力キャラを、3人はさすがにね入れるとちょっときついんで、まあ、この2人で総力を稼いでもらうしかないですね。じゃあ、やっていきましょう。練習的にはじゃあちょっと筋力を稼ぐかな。そうそうそう、で日野くんがね、波動の特攻キャラになってるんで、今回のねガチャもね本当はね引きたいっちゃ引きたいんですよね。引きたいっちゃ引きたいんだけど、ムード丸がまだ取れないから、ライチはこのまま練習せざるを得ない。1枚でもね SR 確定だったら確実に引いたんですけど、まあただね暗黒スバルのガチャが、まあ、確定まで引こうとすると650石を使うことになるんで、両方引くとなるとね相当な石を消耗せざるを得ないんで、まあ、そこが辛いところですよね。まあ SR 確率2倍って言っても何パーセントなんだろうね。体感的にはまあ通常時で3回引いて、まあ、1回くらい SR が出るかなっていったところなんですけど、パワプロはねその SR のパーセンテージが出てないんでま他にもねアプリゲーム結構やってたりするんですけど、結構ねその SR 確率何パーセントみたいな、ガルフレとかそうなんですよね。ガルフレは SSR っていうのが一番高いんですけども、 SSR が通常時で 1.5% なんですよ。そういうの書いてあったりするんで、まあ割りかし分かりやすいんですけど、パワプロはね全くそういうの載ってないんで極論すると、じゃあその2倍になったからといって、もともと 0.1% だったのが 0.2% になりましたって言われても全く変わらないっちゃ変わらないじゃないですか。まあ、SR が 0.1% かって言われてそれはまずないと思うんですけど、 PSR とかになると多分そのくらいの確率かもしれないですよね。もうほとんど出ないんで、これだけ引いて1回もまだ PSR 通常時で引いたことないん で、ちなみに、猫神くんの説明をしておくと、最初に気分屋のコツをくれるんですよ。で気分屋のコツって、いきなりね5でくれるんですよ。で気分屋って結局、青若なんで、まあ、いらない人はいらないですよね。で気分屋は毎回その調子が変化するんで、まあ、俺としてはいらないんですよ。でもいきなり5でくれるんで、もう潰す必要がないっていうね、そこがいいところですよね。
で、粘り打ちを取っておいて、あと猫神くん軽いやつがあるんで、それも直取りしておくべきなので、まあ、それはコツが来たら潰しましょう。お、かっこいい、はやアーチストとかね、取れるかな。ライチくんのほんとねコツ次第だからね。いや、これもめちゃくちゃポイント入るよな。お、メンタルに来てる。いいね、日野。日野はね、何よりね、広角打法を持っているっていうところがね、すごいいいよね。もうこれは、行き場も、水鳥もいないんで、止めよう。行き場を入れてるとね、このイベントが、ちょっと、微妙な感じになるんだけど、おお、これで。チームメイト評価10も上がったよ。まあ、せっちゃんがいるけど、お守りを持ってきてるんで、日野にしよう。ダメージヒッターは3であるけど、まあ、5で掴んでもいいんだけど、敏将が手に入ったと。パラダイムシフト。これはな、めちゃくちゃ疲れるんだよな。そして、鎌狩りが来てるけど、ちょっとさすがに無理だな。せっちゃんがいるんで、ここにしよう。なんか食わしてくれ。おお、何も食わしてくんねえ。さて、さてさてさて、12% で、なんか食わしてもらうか。ラブパ中なんでね。ちょっと攻めていきましょう。よかったよかった。熱々の冷やし中華じゃなかったよ。熱々の冷やし中華だったらやる気がめっちゃ下がってたな。田中山くん、守備職人は欲しいな。バント、よし、これでバントは潰しちゃいましょう。あとはやる気がちょっと気になるか。ここでやる気が上がるはず。1段階 OK。 あとはせっちゃんがもう大丈夫なんで、うーん、猫髪をあげるか。わあ、隠れた才能もう来たね。守備をどこまで上げられるか。上げられるときに上げておこう。守備、まあ守備の初期値は悪くない。とりあえず C か。 C だとね、成功率どれくらいなんだろうね。猫神だな、これは。せっちゃんのね、告白を信じて、体力はね、多少減らしておきたいんですよ。まあ、こういうので回復するのは全然いいんですけど、告白でなるべくね、パラダイムシフトも、早っ。日野くんとかもね、体力回復があるんで、どうしようかな。走っておくか。うん、ラブパにはならなかったね。混ぜるな、危険。あと4だからちょっと告白があれかな、なかなか来ないかな。これで守備がいけますね。すげえ手に入んな。告白、告白。おお、来た来た来た。いいタイミングだ。空気読める子だね、せっちゃん。性格的になかなかちょっと空気読めなさそうな子だけど。ちょっとね、守備を上げられるときに上げておきたい。よし、 B ってどうなの。いつもね A まで上げちゃうんですよね、田中山くんの時は。日野はコツを取っておきたいんで、アベレージヒッター OK。
猫神も全然イベントがわからないな。これは何？まあ、焼き魚でいいや。おお、体力回復した。いいね。敏捷も手に入る。なかなかいいイベントだね。そしてそこから日野。とりあえずはね、盗塁はもう絶対必要なんで、よし、来た。で、ライチの2回目。まあ、失敗成功あるんで、OK。OK って言っても、パワヒが取れないとな。おっ、いいところで切ったけど、ちょっとあれか、12月の3週か。次がね、クリスマス挟むんで、ちょっともったいない感じになるかな。まあしょうがない。まだね、号令をちょっと使えるあれはないんだよね。猫神くんの評価が遅いな。あ、 B できたけど、どう？魔術師。うおー、守備職人かー。まあしょうがない。もうこれはバントも守備職人も潰しちゃおう。ちょっとね、これね、早いと厳しいんだよね、やっぱり。阿部飛潰して、バントも潰すでしょ。で、そこから守備職人と。で、もう守備はこれでいいや。ってことはだよ、これとこれだったら、まあ、日野が絡んでるんで、守備をやっておきましょう。まあこれはね、アーティスト確定なんでいいんですけど、パワヒをねもらえるかどうかすげえ怪しいんだよね。さて大吉頼むよ。おお、いいね。お、田中山くん、これすげえな。ほんとライチのねタッグはほんとすごいと思う。ここにさらに田中山くんが絡んで、もうすべてのポイントを手に入れられるっていう。おお、来るね来るね。田中山くんとライチ仲いいね。いやー、これはほんとすごいと思う。ビフテキ頼むよ。ビフテキ、ビフテキ、何にもなかった。マジかー。ライチ 8% か。ちょっとムードは取っておこう。潰せるものは粘り打ちは潰して、ムードは取っておくと大丈夫だよね。よし、練習。まあやっぱりね、筋力なんだよね。ほんとこいつはね、コツをくれない。マジかー。あ、そっかそっかそっか、カムカでいるんだ。いやー、これもなんだかんだで優秀、カマカリくんっていう。デートしちゃうか。全然進んでないしね、デートが。で、まあ次練習すればバレンタイン分くらいは埋まるでしょう。ちょうどやる気も上がるし。あ、そうかそうか、神高が来るのか。猫神くんが進んでないね。猫神くんが、おー、何にもない何にもないけど、練習的にはカマカリとかまだな、あれだしな、猫髪もななったばっかりだしな。どうする、これなかなかでもいいね、3人いるから。まあ、肩レベル上がってもね、肩の人いないからね。まあ、外野だからね、高速レーザーでつくもとか入れてもよかったんですけど、そうすると絶対、ってかすご
絶対筋力不足になるんで、筋力はねどうしても一人欲しいですよな。一人で、しかも東条から一、どっちか一人だった場合は。特にないかな。どうしようかな、走っとこうかな。ミート全然ねえな。ミートに回す余裕はないな、これ。そうだな、もうちょっとデートしておくか。せっちゃんってなんかバイトかなんかしてんの？してないか。さすがに部活掛け持ちでバイトはできないか。私に任せてみたいなこと言ってるけど、お、ここ一番の大勝負。観察しましょう。これはこれで続くと。体力が減らないのがいい。で、猫髪、コツが来てないよな、猫髪くん。走塁もね、コツを掴んでおきたいんだけど、あとイベやっぱちょっと重いかな。スライディング、これで日野は完全に終わったな。まあ前イベだからね。電光石火、うむ、ちょっとばっかし微妙な感じだな。ここはお出かけをいたしましょう。そういや監督評価全く気にしてなかったけど大丈夫か。 SG はね監督評価気にしないですからね。これはとにかく探しに行ってチームメイトの評価を上げて、監督評価がねまるで足りてないときは監督の評価上げてもいいんですけど、120あるから大丈夫だよね。でライチ、パワヒが欲しいんだよね。とにかくパワヒが、でせっちゃんのいいところは敏捷ポイントがもらえると。でカマカリか、まあ、これはコツなんで練習しておきましょう。流し打ち、もうせっちゃんはそうだよね、マックスだよね。マックスの時にねあのイベントが起きたら精神ポイントが欲しいっすよね。精神ポイントが、いや電光石火重すぎでしょ本当に。まあとりあえず流し打ちを掴んでおこう。でコツが来てるので、田中山くんだね。まあ敏捷も技術も両方必要になるんで、まあ、やめておくと精神減るけど体力回復するんだよね。でも敏捷は取っておこう。ちなみに手抜きはダメよって、もうこれで終わりかな。あー休んでおいてもよかったけど、メンタルの鎌狩りライチか、どうしようかな。まあ、ダブルタックじゃないんでこれは放っておいて、メンタルの鎌狩りでいくか。ローボールヒッター、まあちょい体力が削られるけど、まあしょうがないこのイベントは。さてちょっと能力を上げていかないと試合が近いんで、まあ E だね。でパワーは D だね。弾道は2でいいか。ちょっと総力がどこまで上げられるか、とりあえず B くらいまで上げとく。うわー筋力結構あるな、さすがに。補給は全然ない。肩もね上げたいからね、外野なんでやっぱり、まあ、とりあえずこんなもんで止めておくか。どうしようかな、号令かけようかな。8% とかか。でも
ここはデートを進めよう。号令かけて結局怪我したら全く無意味なんで。でここは一本にした方で精神をゲットと。神高くん、神高はねもう切ります。これはヘコヘコしましょう。後ろ向きでさ、でもさ3000歩下がってくって凄まじいよな。やっぱ神高はすげえやつなんだな。でコツがあるので、これはコツを取りに行きましょう。田中山くん、いいね。敏捷も技術も両方必要なんで。てか猫髪のコツは猫髪のコツどうなった。うん、ここでもポイントゲット。パラダイムシフトがこれで終わって、一級入魂。さらにこれはやりたいよな。これはやりたいけどどうしようかな。ゴー、いいね。ローボール、あ、しまった、ローボールを潰すの忘れていた。猫髪とか自由すぎだろ。猫髪を探そう。で高速ベースラン。猫髪はね2回で掴めるんで、それは楽なんすけど、楽なんすけど走塁が来てない。ここはちょっとお出かけしてデート。問題がなければこれで完走。よし、さてこれで。これってここの会話だけだとさ、1級入魂か初級丸かって分かんないよね。まあこれはどんどん打っていきましょう。でそうだよな、肩も一応それなりに上げとくから D くらいまで上げとく。敏捷だよね。高速ベースラン普通に取ると直撮りするとこれだもんね。無理だよな、マジ無理だわ。最悪パワヒを直撮りするか。筋力が余るな。一級入魂ってもう取っていいよね。せっちゃん終わった、鎌狩り終わった、で大地が初級持ってるけど、初級はもうこれあるから潰しちゃっていいから、これ取っちゃおうと。でローボールヒッター、こんなもんか。あとはこれでどれだけ打てるかだよな。守備系のねキャラを作るときに、うお3点入れられてる。守備系を作るときはブイスラか。どうしても打撃が弱くなるんで、そこがちょっときついところがあると。まあ、最悪ねホームラン1本打っておけば監督評価的には下がらないんで、スカウトも。あ、ツーシームだったか。おお、いいね。今日なかなか凄まじい試合だな。カーブもうちょっと曲がったか。いやー、なんだかんだで勝ったね。白熱した試合だった。本当で危なかったよ。ここは号令かけよう。さすがに、ほらおめえら場所変更だ。よし、何かが来た。ライチかー。田中山くんもいるしな。猫神くんのコツ、ちょっと今のままだときついぞ。田中山くんが来てんね。鎌狩りも来てるか。スカウト評価どうしようかな。ただね、敏捷を稼げるときにやっぱり稼いでおきたいんで、
取っておきましょう。お、ありがとう。お、猫髪に火がついた。猫髪に火がついて火の火 13%。 これすっげえな。どんなんだよマジで、どんなんだよ。だけど13%。 まあこういうのさ、ちょっと攻めてるけどさ、コツなんだよコツ。ライチか、どうしようかな。ここはもう寝よう。もうもったいないけど寝よう。ラブパが切れた。守備てっちゃん、やる気を上げてください。ここで上がったか。わあ、ないないけど、鎌狩りがちょっと少ないか。うーむだな、これは。鎌狩りの許可を受け取った。ここでもう一回くらい号令はかけられますね。めっちゃ褒められてんな、監督に。でこれは下にして敏捷をちょっとでも稼ぐと。ああ、ここだな、号令かけていいかな。これはもう一回。さてさてさて、鎌狩りか。どうなんだろうね。敏捷が19で、まあ一回打って敏捷を手に入れよう。猫髪のコツマジ来ない。まあここはね、いずれにせよちょっと休むしかないんで、ってことはちょっと技術を使ってでもパワーを上げよう。 C だな。で、まあ A にはしたいよね、どうしても。肩も C 欲しいよね、そうすると。であとこっからどこまで敏捷を伸ばせるか。休んでチュンチュンでゲーこっちかよーみたいな。7番か。コツがな、コツが来てないよ本当に。猫神くん、お待たせいたしました。めっちゃうちにしてんな、須田。これいかないか。これでいかないか。パワヒ直撮りするか。もうまあ予選はね、パワヒタなしでね大丈夫だと思うんだけど、この能力だとね、甲子園に行った時にね、ホームランを打つ自信がないんだよね。なかなか際どいところを攻める。あー、ちょっと振り遅れてもうこれだかんな。もう一回回ってきた。そしてホームランはやっぱりね、2本欲しい。あー、パワヒ直撮りしよう。これきつい。で広角打法はあったらあったでいいんで。さてコツ誰。猫髪、猫髪はね、まずちょっと猫髪くんのコツを確認しましょう。確認しないと俺もちょっと分かんないんで。で猫髪くんはまず盗塁走塁があって、ヘッドスライディング気分屋で、あとこっちの方にムード丸があるんですよ。でムード丸はもうライチの時に備えて潰してあるのでいいでしょ。でヘッドスライディングを潰せば OK と。気分屋は最初にくれるんで、じゃあヘッスラムード潰れてるよね、ちなみに潰れてるよね。よし、じゃあこれでコツをくれよ、コツを。本当によし、どっち盗塁。
盗塁はね3で潰す気にはなれないからね。でもやっぱりなんだかんだで、あとは甲子園の時までに1回猫神かな来てくれればな。盗塁はもうこれで5になってるんでいいでしょ。っていうかね、勝たないと話にならないんでね、そもそもが。でこれはしょうがない。アーチストはさすがに取らない、諦めるけど、パワヒは取ろう。もうこれはパワヒがないと俺の腕ではね無理、ホームランに持ってけないんで。結局これで負けたり経験点が下がったりすると本末転倒なんで、パワヒは取っておこう。0-0で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、ウエストか日野だもんな。第2球ランナースタート。そう、日野の時ってねすげえウエストしてくるんですよね。やっぱりピッチャーすげえ高めにねボールを投げてくる。投げた、こっち危ね、ちょっと今怖かった、打とうかなと思ったけど。次は5球目、投げた、これはカーブか、フォアボールだよね。波動を追う展開で迎える4回です。これはちょっとカーブは嫌だ。ヤギ橋最初のバッターボックスはフォアボール。よし、あれ入んないのあれよしとか言ったけどさ、神とか終わった。ワンアウト満塁という場面で八木橋第2球投げた、あこれちょっと無理。うーん、1球入魂がなくなると厳しい。まあただ満塁ホームラン打てたのでよしとしよう。もう1本だよな、1本欲しい。 OK、これで経験点60入るんで、まあパワフィを取った甲斐があったというところですね。いやーパワーヒッターはねやっぱり重要だよ。日野ライチ、日野はあと広角打法くれるんで、広角打法もあれば全然違うんだけど、チャンスの可能性もあるからね。ていうか特訓だし。さて甲子園、コツが来てる。猫髪だったらやる、猫髪じゃないからちょっとこれは寝ておこう。猫髪の時に備えておきたいんで休む。であとは甲子園2回練習ができるはずなんで、そこでね猫髪が来てくれるかどうかだな。サクッといきましょう。盗塁ちょっと2個取ろう。これで176の78とか、もうこの2つ重すぎでしょ本当に。お待たせいたしました。第1球、波動リードで迎える2回です。バッター八木橋、しまったちょっとずれた。一塁送球アウト。ミートかな、いいっていうのかな。しまった、今のはエラーかよ、全く打ててないな。1球入魂があってな、このミートの大きさだからな。おいすげえ乱打戦だな。初活だ、初活はマジたまたま打てたやったー尻上がりだな。まあでも67入るからね、これで。うわーどうする、一応でもそれが稼げるといえば稼げるからな。最後に号令かけるか、何にもなかったら。さらば虹谷、てかさ相手のさチームのさ球種の名前なんて聞く機会なくね自分で宣言しない限り。まあスバルだったらねなんか言ってきそうだけどね、僕のダークネビラがどうたらこうたらみたいな。これ絶対無理だ絶対高速ベースターン取れねえわ。まあとりあえずここを勝たないと確かに話にならないんで、あれ相手どこ、黒金かー、いいねー、銭形くん
バッターは八木橋。うわ、ちょっと待って、全部ストレート。第2球投げた。あ、しまった。危ない危ない危ない。危ないっていうか。バッター追い込まれました。第3球を投げました。うわー、スライダー。スライダー。空振り。4回の裏、波動を攻撃に入ります。この回のトップバッターは。これはちょっと見送る。今日の第1打席はスイングアウト。第2球。これはボール。うんと、いいかな。やっぱりな。ちょっと小さいよな。打ちました。痛烈。これは。あ、ギリギリだな、本当に。6回の裏。波動を攻撃に入ります。この回に先頭バッターはヤギハシ。パワーヒッター様様だよな。第2球投げました。ちょっと狙い目だったけどな。投球は3球目投げました。これはボール。第4球を投げました。これもボールでしょ。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた。これは入れてくる。変化球フォアボール。見送ってフォアボール。もう一回もう一回。よし、待ってきた。波動パピオンに変わってる。パピオンね、結構ねドロップカーブをね投げてくるんだよね。第2球投げた。これドロップカーブはね打ちづらい。投げた。おお、怖い怖い怖い。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目。ちょっと待って、今ボールだったか。でも投げた。おお、怖い。ストレートは外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。投げた。おら、打ちました。これはいい当たり。よし、すげえ。毎回ギリだな。2回戦を見事突破しました。やべくん。これで80でしょ。よしよしよし。経験点的にはね、ほんと悪くないんだけど。ない。これ号令かける。頼む。さて誰。カマカリか。カマカリか。まあ、コツも来てるしね。カマカリでいきますか。これで筋力技術と、あとはね、このスバルがね、なんだかんだで打ちづらいんだよね。そもそも毎回毎回対戦できる相手じゃないじゃないですか。どうしようかな。これちょっとミト D にしようで、電光石火取っとこう。285はもう絶対届かないな、これ。そうだね、補給が全然足りてないね。貧瘡がどんどん減っていく。まあ、D は欲しいよね。ポロ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 落とされても困るからな。でもこれでこの経験点ってことは、まあ、仮に走塁のコツが来てたとしても貧瘡がかなりきついよな。全国の頂点かといってな、ライチを外すと今度絶対にあれが足りなくなるんだよね、筋力ポイントが。これもダークネビラ。第2球、これもダークネビラ入れてくるね。ほんと厄介だわこの子は。これはでもボールでしょ。スライダーは外れてボール。慎重に攻めてきます。これもボールでしょ。カウントはワンボールツーストライクです。第5球投げました。ああちょっとライトフライ、合わせられない。4回の裏、波動を攻撃に入ります。この回のトップバッターはヤギハシ。うわ、すっげー曲がんない。こういうスライダーとかね、キレのある変化球狙えればいいんだけど。投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。そこまでの腕がないという。投げました。これも入ってくるな。低め低めできてんね。うわー、打てない。マジで打てないこいつは。ここはなんとか追いつきたい。降板してくれ。ランナー2塁3塁という場面でヤギハシ、今日はライトフライ。1本も打てないのはちょっと悲しいぞ。おら、よーし、ダークネビラ捉えたり。よし、もう一回待ってきた。波動を追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面。大西さんじゃないね。今日は3塁。大西さんは大西さんですごいからね。あいつも投げた。外れた。ボール。カウントは2ボール。このスカウターみたいなやつってさ、どんな効果があるんだろう。スクリューか。スクリュー結構遅いな。あんまり曲がらないし。投げた。打った当たりだ。広角打法があればな、行ったかもしれないけどな。まあでも、おお。
回の裏まさかのまさかの回ってきたか。先頭バッターは八木橋。波動ここは何が何でも最低限の経験点は手に入れたかなって言って締めようと思ったけど、まだ勝負は終わらない終わったあれ待ってきた。せめて同点にしよう。今日2本のヒットを放っている八木橋。まだワンアウトだからね。第2球投げた。これはおお出ていくね。慎重に攻めてきます。完全にスタミナが切れたなこいつ。痛いまさか最後がデッドボールでデッドボールで1点手に入れたしあれいないのピッチャーこのチーム。なんでこいつ投げさせてんのこんなに。大西さんとかどこ行ったの。嵐島だっているでしょ。しまったマジしょぼいやられた。死闘の果てに俺がホームランを打てなかったことで負けてしまった。まあ、別に君は途中で降板しただろまあ77点だったらね2位か。さてここでエピローグ経験点も手に入れて、対エース経験点5800、全然いいんだけど全然いいんだけど高速ベースランが取れん。高速ベースランもな自家取りするとなこれだけ使うもんね。285の190470500以上使うのか自家取りで500以上はちょっとさすがに無理でしょう。アーティスト自家取りする結局待って基礎能力を上げていこう。あま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 ず対エースだな先に。せっかくコツを掴んであるんで対エースで、これはパワーは絶対余るから、筋力が余るから筋力は使ってパワーを B にすると。で、まあ、肩もね B にしておこう外野だしね。あとそうするとミートはね C にしたいんだけどね。走塁を直取りするかどうするかだな。ここはでもアーティスト取っとくか。でどうしよっかな。補給を上げるかチャンスを上げるか精神があるから内野安打を取っておくか。でチャンスを二重丸にするとだいぶなくなるんだね。補給上げようもうこれは補給 C で、あとなんかそれなりにポロッと特殊能力を取って終わりにしますか。満塁男とか満塁男だねこれは。満塁男取ってであとは上げられるやつをちょいちょいちょいと上げていくと、まあ、経験点的にはうまく使った感じですね。という感じでまあやっぱりね電光石火とね高速ベースランを両方取ろうとするとかなりきついですね。今回猫神くんがちょっと働いてくれなかったので、まあ、働いてくれなかったっていうかイベントは良かったんですけどコツが全然来てないで、ライチはまあやっぱりね入れておかないと筋力ポイントが足りなくなるんですけれどもコツをねくれないですね。だから編成的にはね悪くないと思うんですよこの組み合わせ。ちょっとね後4っていうところで後指が重そうなところはあるんですけれども、そうですね、ただ完璧な編成かって言われるともうちょっともし見直せるところがあれば、見直してはいきたいと思いますね。まあ、とりあえず電光石火は取りましたと。で総力も A に持っていって、まあ、それなりに、守備も守れる感じになってますので、まあ、ちょっと他のスタメンの外野手を見てみて、まあ、もしかしたらこいつも入れるかもしれないです。
というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。